どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、上下デニムが送るサスペンダーコーデ4選をお送りしたいと思います。今私はですね、ウェアハウスのロット1001-1901ナンバー2モデルを毎日のように履いていまして、このデニムの特徴はですね、ベルトループがなく、サスペンダーボタンがあり、サスペンダーをね装着して毎日のように過ごしております。で、そんな私がですね、普段している服装を今日はお届けする内容になっています。本当ね、毎日上下デニムで過ごしているので、あんまりね変わり映えはしないコーデではあるんですけども、ちょっとした変化はねあるので、そこを見てもらえたらなと思います。で、この動画にはね、裏の狙いがありまして、皆さんのサスペンダーコーデもね知りたいというのがあります。ですので、俺はねサスペンダーコーデこう合わせているよということが、ありましたら、ぜひねコメント欄で残してもらえると嬉しいです。では早速いってみましょう。はい、まず1コーデ目はねこんな感じで合わせてます。これはね、ジージャンを着ているから、こうサスペンダーはね見えないコーデではあるんですけども、Tシャツをねインして着用しているため、Tシャツの裾がねジャケットから出ていないというのが特徴になっていると思います。どうですかね、このこのシルエットというか、全体的な形で、腰回りにこう Tシャツのね裾が出ていないので、正直個人的にはこの合わせってかっこいいのかなとか、ちょっとね違和感を感じながら、最初はね着ていたんですけども、このコーデを続けているとね、こう見慣れてきて、これもねありだなっていう風に今はなっています。このジーパン履き始めたのが2ヶ月前なんで、その時はねまだ今よりもねこう涼しかったので、この合わせをねよくしていましたね。ジャケットをねこう脱いだり、少しねこうずらしたりするとサスペンダーが覗くっていう感じになっているのが、このコーデのねいいところかなと、私は考えています。で、アイテムはね左下に載せているんですけども、フルカウント、ウェアハウス、レッドイングというね間違いないブランドたちで武装してます。はい、続いては2コーデ目なんですが、ここ最近ねこの感じが好きでやってます。サスペンダーはねしないで垂らして合わせているコーデなんですけど、1コーデ目と比べてね使っているアイテムはね、そんなに変わっていないんですけども、なんか雰囲気が変わってますよね。結構なんかこの2コーデ目はねラフな感じがありながらも、アメカジ感をね保っているのがね素敵かなと私は思っています。ただね、これサスペンダーしないとねずれてくるんですよ。元々のこのジーパンのサイズがちょっと大きめに、買ったんですよ、31インチで。なのでちょっとねずれ落ちてくる問題があるんですが、それはねしょうがないので、少しね腰パン気味で、履いているっていう感じですね。サスペンダーをすると、パンツの丈感、ウエスト位置が変わるんですけど、これはね、腰パン気味でね、履けるんで、ここら辺のシルエットが違うのかなと思いますね。で、アイテムはね、Tシャツと、靴を変えただけなんだけど、トゥームーンのこのヘンリーネックの Tシャツを着てるんですけど、これが優秀なんですよ。これいい。本当にいい。正直ね、トゥームーンじゃなくてもいいのかもしれないけど、ヘンリーネックを持ってくるのがね、かっこいいとね、私は思ってますね。なんで、ここからね、さらにこうアップデートするとしたら、ネックレスとか、してもいいんじゃないかなと思いますね。はい、続いては3コーデ目ですね。これだけね、私物ではないものを使用していて、ちょっと申し訳ないんですけども、このシャツはですね、バズリクソンズのシャンブレーシャツですね。これはね、もう王道と言っていいのではないでしょうか。
まあ、シャンブレーでね、こう合わせておけば、もう間違いない。これはね、間違いないですよ。あのね、誰もがね、やってるし、初心者の方でも、クロートの方でもね、絶対間違いなくやってるコーデだと思います。で、まあ、すべてのね、シャツで合わせたわけではないんですけど、個人的にはね、シャンブレーじゃなくても、その他のこう、シャツでも、こういう合わせっていうのはね、OK じゃないかなっていうふうに思ってます。で、改めてね、感じるのは、サスペンダーって、ワークテイストでももちろんいけるし、なんかこう、綺麗めな、カチッとした雰囲気にもなるのが、まあ、特徴だなと、感じています。まあ、この合わせはね、モロワークで、ブーツはね、レッドイングの2268で合わせてるんですけど、この足元にね、ちょっとボリュームを持たせてみたっていうのがちょっと意識したところです。これもね、T シャツとね、靴を変えただけなんですけども、もうこれまで紹介した3つとも、雰囲気がね、変わりますね、少し。まあ、同じようなアイテムなんですけど、ちょっとね、変わるのがね、この面白いところかなと思いますね。ここまで見てね、サスペンダー、意外と使えるアイテムじゃねってね、思い始めてくれた方は、ぜひね、一緒にサスペンダーコーデしましょう。はい、続いて4コーデ目。これが最後ですね。この合わせがね、まあ、一番私の日常の中で一番頻度が高いです。ちょっとね、この話はそれちゃうんですけども、インスタは私ちょこちょこ頑張って投稿してやってるんですけど、なんかね、この合わせの投稿をしたらね、こう私自身初の、投稿に対してね、600いいね超えしたのかな?そのぐらいついた、投稿でして、正直ね、なんでここまで伸びたかっていうのはね、不明なんですけど、まあ、この合わせがね、良かったのかなというか、まあ、写真の雰囲気も良かったのかなって、ちょっと予想ではあるんですけど、勝手に私は思ってます。で、これもね、もうほとんどアイテムを変えてないんですよ。もう1、2、3コーデ目と使用してたアイテムを使用してね、組んでるんですけど、ね、やっぱしつこいようだけど、サスペンダーとヘンリーネックの相性がいいと思いますね。こう、炭鉱夫のようなイメージと言えばいいんでしょうか。普通のね、まあ、T シャツでもね、もちろん、いいと思うんだけど、こう、ヘンリーネック、ヘンリーにすることで、まあ、なんかこの前、フロントの表情がね、少し出るのが、まあ、さりげないかっこいい感というか、男臭さがね、出ているかなと思っているんですけども、皆さんどうでしょうか。なんかもうこの服装するんだったら、ちょっとこう、お腹出てて、ヒゲとかこう生やしてたらね、もっと雰囲気出そうっすよね。はい、いかがだったでしょうか。基本ね、上下デニムなので、コーデのレパートリーって言えばいいのかな、こう変わり映えはね、少ない印象ではあるんですけども、着方、合わせ方を変えただけで、少しね、印象が変わるんだなというのが、自分でもね、動画を作ってみて感じた部分ではあります。で、私としてはね、2コーデ目、4コーデ目が好きですね。特にね、2コーデ目。この、ゆるいシルエット感がね、なんですかね、かっこいいというか好きですね。ぶっちゃけ、これサスペンダー覗いてもね、良さそうだと思うんですけど、T シャツの丈の出具合とか、ジーパンのね、このたるみ具合がね、俺好きなんですよ。まあね、私が普段しているサスペンダーコーデは、こんな感じになります。でね、皆さん、どんな感じで、サスペンダーを合わせていますか?もしね、よろしければコメント欄で書き込んでいただけると嬉しいです。また、サスペンダー未経験の方が、この動画を見て、サスペンダー始めてくれると、ちょっと個人的にはね、嬉しいなと思います。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。